体に障害がある人が家でロボットを動かすカフェ。ロボットが飲み物を運ぶカフェができました。この店はロボットの研究をしている会社などが体に障害がある人を働く場所を作るために考えました。店にはテーブルが6つあります。高さ1メートルぐらいのロボット3台が店の中を動いて、客に注文を聞いたり飲み物を運んだりします。体が動かなくなる ALS という病気の人などが家からロボットを動かしています。ロボットにはカメラとマイクがついていて、客と会話をすることができます。ロボットを動かす人は1時間に1000円もらえます。岐阜県に住んでいる車椅子で生活している女性は、ロボットを通して歩いたり、周りを見たりすることができます。客に会う仕事ができて楽しいですと話していました。この店は東京都港区にある日本財団ビルの1階で12月7日まで開いています。